最近どうすか？朝からスープ作ったり。女性に作ってもらったら嬉しい料理。ハンバーグとか作ってほしいかな。あ、味には厳しいよ結構。あ、女性の好きな仕草みたいな。俺変？今日はちょっとねオフってことでプライベートでじゃカフェにね。はい、カフェに行きます。カフェ結構好きなんで。オフとかはだいたいみんなでカフェ行ったりとかするのが主流なので、ちょっとオフのところをカメラ回させてくれと言われたのでまあしゃあなしええかなと思っておいまあちょっとね、まああの普段あのお話できてないようなこうプライベートじゃないけどね、そういうところもちょっとこう迫ってくるの今日引き出せればなと。うん、固いよ結構。視聴者の皆様にね。いや結構固いよ俺。硬い、うん、言わんよそんな。全然掘り出すけど大丈夫。何聞かれるかちょっと怖いね。いやまあね、ちょっと事前にこういろんな方とか、まあこれまでこうインスタとかでこう質問とかねもらっとったりして、その中のまあちょっとピックアップしたりだとか、ちょっといろいろ多方面にねリサーチさせていただきまして。はいはいはい。まあ、僕も長い付き合いですけどゴリゴリ掘り出していこうと思いますので。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、カフェ到着しました。はい、到着しました。めっちゃおしゃれです。おしゃれやね、さすが。超おしゃれ。いいよ、しかもちょっとテラスで。いいっすね。さっきちょっと雨降ってきたけど奇跡的に止んで。奇跡的に止んで。もう1時じゃどうなるかと思ったけどね。何が？いや、滝のような雨のそうね、びっくりしちゃう。夕飯食べてる時にね、これは茨でご飯食べてたんですけどね。これはやばいと思ったけど ね。で、昨日なんかあれらしいね、パナソニックの選手が来てたらしいよ。お、いいっすね。そう、俺らの同期の高木優太と、うん、まあ、俺の後輩の、福井翔太と、あとしょこたが来てたらしい。ならではね、太田ならではね。まあ、そうね。まあ、俺はいつもね、だいたいアイスラテを飲むんで、今日もアイスラテです。まあ、本当にカフェラテアイスで。太田に来れば、こう、そういう選手とも会えるかもしれないっていう。まあね、あれ太田は結構会えると思うよ。ちょ見してよ早く選んで。お前飲むの？あ、お前さお前いや俺じゃあアイスラテ。弱者かお前。アイスラテ。お前あれロイヤルソイミルクティーとか。あ、当たっとうね。ちょっとそこらへんやね。ちょ、あ、いいやいいやいいや。オーガニックシュガーを加えることができます。最近どうすか？調子は。最近？うん、合宿もね始まったりして。そうね、合宿も始まって、まあしっかりトレーニングもしてるけど、うん、まああれやね、なんていうか家での時間が多いから、うん、なんかまた新しい発見もありのね、うん、朝からなんていうのスムージー作ったりね。朝からスムージー、うん、作って自分でやってますよ。何味を作るよと。何入れたりするの？え、パイナップルやろ、キュウイで、ベリーベリーやろで、小松菜、ほうれん草で、プロテイン、蜂蜜ほう入れて、水で入れて混ぜて。なかなかフルーティーなスムージーやね。そうそう、朝からね、意外と栄養取れる取れてるんかな、うん、まあまあ、とりあえず自分でそういうのもやってみたり。あれから買ったからね、あのスムージーのミキサー。うせやん、うん、ミキサーから買った。でもミキサーって意外と安いよ。4000円ぐらいで買えた。お、全然安かった。高いのは高いやん。でもなんかまあそんなずっとやるわけでもないしと思って買ったら意外と強力やってさ。ステイホームしとうね、うん、全部ブワーってどんな強者が来ても全部かき回してくれる。はいはいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。自分で YouTube 発信してるんですか？あ、そうです、僕の YouTube。そうなんです、後でちょっと。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。女子力高めで。あの、はい、来ました。あ、なるほど。カフェラテ美味しそう。じゃあ、いただきます。うん、美味しいね。いいです。こう一人暮らしをしてるじゃないですか、うん、今、うん、不便だなって思うことは。
不便だな。一人暮らし、うん、やっぱり外食が結構多いや。外食はまあそうね、茨とかでし、はいはいはいね、栄養のあるご飯を食べることが多いやんか、はいはい、なかなかね自分でそういうのを作るとそうでもねたまに自分で作りたくなる時がある、うん、たまにね一人でなんか作ったりとかするんやけど、うん、やっぱりその食材が余る、はいはい、うん、逆に高くつくというか、あ、まあ、すごい食材がもったいなくしてしまうから一人でやるとそうなるもんね。そうそう、それがちょっと困る、はいはいはい、うん、だからなんて言ったんかな、料理やりたい気持ちあんねんけど、はいはい、そのじゃあ次の日もっていう風になってしまったりするわけやん、はいはい、そうだ、そうなるとちょっとしんどいかなっていう。だからまあまあスムージーは毎日飲めるから、あ、こう定期的にねなくなったら買いに行けばいいけど、そのちょうどの量っていうのがなかなか自炊って難しいやん。ちょ、そうめん自分好きやん、うん、そうめんとか作ったりせんの？そうめんはまあまあその作ったりするけど、なんかこだわりとかない？なんかむしろ。あるあるある。あるある。めちゃくちゃあるよ、それはそうめんは。もう語ったらもうこの、多分。それで1本取れる？1本とかどころじゃないと思う。聞いける。はまらんわ、こっちはそうめんの、そうめんの話をずっと。うん、ちなみに、なんか女性になんかこれを作ってもらったら嬉しいみたいな料理ありますか、なんか。女性に作ってもらったら嬉しい料理。うん、なんやろうなぁ。何？ハンバーグとか。ああ、いいんじゃないですか。ハンバーグとか作ってほしいかな。あ、味には厳しいよ、結構。あ、ハードル上がりますね。いやいや、でもハンバーグとか好きかな。じゃあ女性のなんか好きな仕草みたいな。女性の好きな仕草。はい。なんかをこう、なんかやって、はいはい、俺は後ろで見てます、はいはい、なんかチャレンジしてます、はいはい、やってちょっとうまくいったときにこうチラってこう向いてあのニコって笑顔で笑われるのはちょっと好きかも。俺変らしいです皆さん、あの見ていただいてる女性のファンの方、例えばさ、例えばね、はい、例えばよ、これはこうゴルフとかするやん、はい、でパーンって打つやん、はい、めっちゃいいショットしました、はい、こっち向いてあ、満面の笑みでね、見たみたいなね。あ、まあ分からんでもないから。分からんでもないやろ。確かに。とか、あとなんか照れ笑い、はい、なんか例えばね、今日の服いいやんみたいな、はいはい、で、さっと言った時になんかえみたいな感じで笑うのはちょっと好きいや、まあ、じゃあ基本的にそういう笑顔が素敵な人とかに惹かれる。ああ、そうね、それは大事。逆になんかこう、こんな女性はちょっとっていうのはなんか、あの、ご飯の食べ方が汚い人とかはいい。ああ、なるほど、うん、まあでも男性も含めて、うん、こう、なんつったんかな、そのお箸の持ち方しかり、うん、茶碗の持ち方しかり、そこは結構しっかりしてほしいかな。ああ、なるほどね、はい。ちなみに、女性の髪の毛はロング派、ショート派？ああ、もうロング。ああ、いいね。ショートの、なんていうの、ショートも結構ね、似合ってたらいい、ね、人によるよね、これ。いや、まあでも俺はロングの方が好きかな、佐藤。いや、でもロングやろ。あんまりもロング、ロングやろ。いや、もちろんそう、ショートで素敵な方はおると思うけど。いや、それ好みやから。好みやから、別に、まあ、別にショートで別に似合ってれば俺はそれいいと思うし、はいはいはい、全然なんかそんな、だからロングじゃないとダメとかはそんなのない、はい、でも、まあどちらかというとロングの方が好きかなって感じ。一番好きなデートプランは何ですか？一番好きなデートプラン？なんやろ、なんかね、あんまりなんかカッチカチなの嫌なの。ガチガチなのは？いや、あんまり好きじゃない、はいはい、カッチカチなの。どちらかというと、例えばドライブ、はい、こうして、はい、昼飯、ランチ食ってちょっと、うん、シャレたところで、で、まあこういう感じでカフェするとか、はいはい、まあ、いいかな。たまにはカッチカチなプランでもいいと思うけど、毎回それだとちょっときつい。そう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 、ラフな感じがいいかな。うん、日本でじゃあ老後をこう過ごすとしたら、老後やったら意外と太田とかいいかなと思う。あ、なんか生活というか家族との時間、家族がもしいたらすごい大切にできると思うし、あ、はいはい、バタバタしてないし。何人家族がいいとかある？なんかこう子供は何人とかでみたいな。子供3人ぐらい欲しいから2人、最低2人は欲しい、うん、やっぱ
ね、兄弟いた方が、はいはい、なんか俺が兄弟いたからいるからさ、はい、やっぱりこう大人になって、まあ、弟と今仲いいからたっちゃんね。そうそう、だからああいうちょっと生意気なたっちゃんね。そうそうそう、まあまあ生意気やけど、まあ、まあ可愛いっちゃ可愛いから、いやめっちゃいいやつというか、そうそうそう、だからまああのそういうこう兄弟を作ってあげたいなと思うし、まあでもね、3人兄弟とか良さそうだなっていう、のびのびと子供を育てたいと思って、うん、しっかり締めるとこはしない。ラグビーやってほしい。うん、まあやりたいって言ったら やってほしい、うん、うん、これは良かったん今日は。いや、いいんじゃないですか、こういう回、たまには。俺もっと攻めてくんのかなと思って。何なんかそんな、なんか調べて、なんかいろんな人に聞いてきたとか言ってたやつか、はい、なんかもっと攻めてくるんかなと思ってた。まあじゃあ今日はこの辺で、はい。